なあ、楽しいか？見たり触ったり。それはない。俺が同じことをしたらどうなるのかと思っただけだ。お前の髪、顔、それから、もういい。考えただけでもどうにかなりそうだ。このまま返さねえって言ったらどうする？お前といるとこういうことを言いたくなるんだ。最近特に。ああ、お前にだけ。変に困らせたくなって困る。そういう顔もいいな。いろんな顔見たいんだ。だから変なことも言いたくなる。いやか。参ったな。やめられなくなりそうだ。なんかついてたか？サンキュー。お前も目尻のとこ何かついてる。取ってやる。動くな。お前のほっぺは柔らかいな。唇も無防備すぎだ。お前は俺にだけならいいけどな。そのままで。お前がそのサイズでよかった。ああ、何かあった時に便利だろ。いろいろ電球取り替えたり、風よけにもなる。他にもあるけどな。なんだと思う？例えば、まあ、楽しみに待ってろ。か。前から気になってた。よく俺に触るのはどうしてだ？俺がお前に触れたいと思うのには意味がある。意味があるからお前に触れられると怖い。どうにかなりそうで。だからもし無意識にやってんならやめとけ。俺と同じ意味で触ってるんだったら止めないけどな。そろそろまずい気がする。こうやって二人きりでいるのが冗談じゃ済まなくなりそうだから。何かきっかけがあったら崩れると思う。本当に簡単に。そうなったらもう抑えられねえ。抑える気もねえけど、今のうちに逃げるのも手だ。どうする？まだ大丈夫だ。でも、そんなに待ってやれそうにないってことだけは覚えといてくれ。